自分に合った乳房再建の見つけ方というテーマで大阪大学大学院医学系研究科基幹制御外科学講座形成外科学の富田光一先生にお話しいただきますます、あ、あのもちろん一昔前はというか今もですけれどもやっぱり病巣というのはとにかく取ることが大事だとでより大きく取るっていうあのことが中心だったと思うんですけれどもでも取った後 特に乳房の場合はですね、女性にとって非常にその後の生活においてもダメージが大きいと思います。で最近は乳房再建も保険適用になったりであるとか、いろんなあの動きもありますので、あのそういったその後の QOL も含めて乳房再建今どんな風になっているのかを富田先生にお話しいただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はいえー、と大阪大学、芸生外科から来ました。富田と申します。それではあの早速始めさせていただきます。 本日はまず乳房再建に関わる基本的な事項についてお話しさせていただきますでその後、まあす全てではありませんけども、まあ、現在選択できる代表的な再建方法についてお話をいたしますまず乳房再建を考える上で乳がん術式にどんなものがあるかを知っておくというのは重要ですで現在主に用いられているものとしてはここに挙げております3つの 術式が多いいと思いますまず数としては最も多いと思われます胸筋温存乳房切除術ですけれどもこの術式ではこのように乳輪乳頭と周囲の皮膚を含めた防水系の皮膚切開で乳腺組織とともに切除をされますで出来上がりはこのようなイメージで。 乳輪乳頭を再建すると、このような感じですね。でまあ、やはりややひ傷が長くなるというのがこの方法の欠点です。で次に、皮下乳線前的術ですけれども、これは乳房再建を前提とした術式です。乳輪乳頭は取るけれども、他の皮膚は温存するという術式です。まあ、皮膚と腫瘍との距離がある程度離れているというような条件を満たせば、これを選択できます。 で乳輪をこのようにくり抜いて、えー、補助切開として正面から見えづらい場所、えー、側胸部などを選択して手術を行います。で、えー、再建したあとはこのようなイメージです。で乳輪乳頭を再建するとこんな感じです。で自家組織再建でしたら乳輪部の皮膚をあの皮弁といいますか他のところから持ってきた皮膚で補いますので、まあ、このようなイメージになりまして乳輪を再建すると傷が見えにくくなります。 そしてさらに乳入入頭と腫瘍との距離が離れているなどの条件を満たすと乳頭温存皮下乳腺全摘が行えることもあります切開としては先ほどと同様に前から見えづらい場所を選択しますで乳房が大きい方などでしたら乳輪の半周切開、まあ、ここは非常に傷がきれいに治りますのでこれを選択することもありますで出来上がりはこのような感じです で入輪の切開がなければ、まあ、正面から見たら本当に手術したのかわからないというようなレベルにまで持っていけることもあります次に再建時期と再建様式というのに、えー、いうことをごしますまず再建時期これはいつ再建を開始するかということですが一時再建というのは乳がん手術を同時に少なくとも再建を開始するという方法です で一方、二次再建は、一旦乳がん治療がある程度落ち着いた段階で、えー、再建を開始するというものです。で再建様式ですけれども、これはまあ何回完成するまでに手術が必要かということです。1期再建というのは、まあ、1回でおおむね手術が完了するというものです。2期再建というのは、まあ、あの組織を拡張ですね、エキスパンダーと呼ばれるシリコンの風船で、まず拡張しておいて、2回目で、えー、再建を行うというような様式です。 でで、すのでこれらの組み合わせによって再建法は大きく4パターンあるということですで。これらの様式はそれぞれ長所と短所があります。まず一時一期再建の長所としては、何といっても乳がん、えー、切除と再建が1回の手術で済むというのが大きいです。で自家組織再建においては、えー、乳房皮膚がです、ねまあ、元の形状を記憶していますので、 元の形に似せやすいという特徴があります一方短所としては、まあ、皮膚をしっかり残していただいたにもかかわらず血流が不足して皮膚が壊死してしまうというようなリスクがありますまた施設やコロナ禍のような社会情勢によってはあの手術枠の問題などでこれが行えないということもありますでインプラント再現でこの方法を行うにはすべての皮膚が残っている必要があります あとあ乳輪を超えて皮膚が切除された場合は、他の場所の皮膚がそこに入ってきますので、その部位はパッチワーク用となります。あとは乳がん手術と、手術までにです、ね、再建方法まで選択しておかなければいけないので、再建方法を選ぶ時間と余裕があまりないというのも欠点です。次に一次二期再建です。 えー、ティッシュエキスパンダーと呼ばれる風船で皮膚を拡張する方法ですけどもこのいいところはたと、えー、え先ほどお話した皮膚壊死があったり切除が行われたとしても後からエキスパンダーで皮膚を拡張できますそしてエキスパンダーが入った状態で12年ぐらい置いとくことができますのでその間にゆっくり再建方法を検討できるで、えー、あとは乳がん手術を行った施設で、えー 希望する再建が受けられないことがありますのでそのような場合はエキスパンダーが入った状態で他の形成以下の施設に再建を行う移動して行うということができる一方短所としては1回手術が増えてしまいますそして自家組織再建ではどうしても乳房の形がエキスパンダーの形状に少し寄ってしまうという傾向はあります次に二次再建の長所ですけれども まあいつどこでどのような再建をするかということは本当に自由にゆっくり考えられます。これが良いところです。で、自家組織再建の場合ですね、まあ、一次再建ではエキスパンダというのは安全のために大胸菌の下に入れるんですけれども、やはりちょっと大胸菌の下に入れるとかなり痛いです。で、えー、二次再建の場合はエキスパンダを皮膚のすぐ下に安全に入れることができますので、痛みが圧倒的に少ないのと、拡張効率が良いです。 一方、短所としてはやはり再建回数が増えてしまいます。あとは放射線治療を行ったような方は皮膚が伸びませんので再建方法に制限が生じます、えー。あとは先ほどお示した皮下乳線全摘などの再建を前提とした切除というのは通常行われません。これは再建を想定していないからです。ですので傷が長くなりがちです。 なのでもし二次再建を必ずすると決めておられるのでしたらその旨を入腺外科の先生にお伝えするというのはいいと思います。で自分に合った再建方法というのを考える上で重要なのは、まあ、まずどのような乳房を作りたいか再建乳房の質を考えていただきますただそれを達成するにはやはりある,ある犠牲というのが必ずつきますので、まあ、そのバランスを考えていただくということになります。 再建入房の質具体的には見た目柔らかさ温かみ柔軟性耐久性というものが挙げられますがこれらの多くは自家組織の方に軍配が上がるということになります一方で犠牲としては再建によって新たにできる傷であったり痛み手術回数入院日数費用 とはリスクですねこれはまあ手術に関わるリスクだけではなく、あのインプラントに非常にまれに起こるリンパ腫形成ですね、それも含,める含まれます。それでは、えー、具体的な再建方法についてお話します。まず、インプラントですで。インプラントの長所ですけれども、まあ、これは何といっても他の部位へ新たな傷がつかないというのが大きいです。 あとは手術が比較的シンプルで短時間で終わります。あと製品ですのでサイズは自由に選びます。特に両足例では目標とする乳房の大きさがありませんのでもともとの大きさよりも大きな乳房を作るということもできます。一方、短所としてはやはり柔らかさ、温かみ、柔軟性というのは自家組織に比べると劣ります。あとは人工物ならではのメンテナンスが必要となります。例えば、えー インプラントを入れますと、その周囲に皮膜という膜が必ずできますで。これが体質によっては縮んでくる方がおられます。これ、皮膜拘縮と言いますけれども、そうすると形が変になってしまうので、修正がいると。あとはいつか必ず壊れますので、その際には入れ替えなどが必要になります。あとインプラントの特徴として、まあ、下水した乳房にならない、まあ、逆にこれが作れないという欠点がありますので、そのような方の変則再建は、これはちょっと苦手だと。 あと放射線後は、先ほどお話した被膜拘縮が、程度はいろいろですけども、必発ですので、やはり少し出来栄えは落ちます。あと、ああのまあ、テクスチャードと呼ばれるインプラントにまあ非常にまれですけれども、起こるリンパ腫ですね、これの、えー、リスクはありますで。インプラントには形状の上で2種類あります。で1つ目が雫型ですね。この表面は、えー、テクスチャードと呼ばれるザラザラタイプのみとなります。 これは回転しないようにザラザラでひ人の体とひっつく正常じゃないといけないからです。でこれの最も大きな利点としては下水管ですねこの上胸部が痩せていてこの下半分が膨らしているこのような感じを出しやすいというのがいいところです一方で皮膚とくっついてしまいますのであまり動かない乳房になってしまうとあとわずかではありますけどリンパ腫ができるというリスクがあります。 一方もう一つは丸型、ラウンド型と言いますけれども、これに関しては表面はツルツルであっても、ザラザラであってもいいですで。この大きな利点としてはあの、形状記憶である必要がありませんので、柔らかいタイプのジェルを選択できます。また、体とくっつかないので、ある程度動く乳房になることもあります。また、先ほどお話したリンパ腫ですけれども、ツルツルだけを使った場合、今のところ発生はしていないと報告されています。 一方、上胸部がやはりボリュームが出てしまうので、まあ、先ほどの雫型で出たようなこの下水感が出しにくいという欠点がありますで。この左手の方は雫型で再建した方ですが、まあ、このように、えーまあ、下半分のボリュームがしっかりして、まあ、雫型っぽい形が出しやすいです。一方でこ、こちらは丸を使った方ですけども、まあ、丸を使ったからといってお椀になるわけではなく、ある程度、えー、 乳房らしいい形というのは表現できますでこれはあくまで私の個人的な見解ですけれども、まあ、私が考えるインプラントの良い適応としては若い方ですね他に傷をちょっとつけたくないなという方ですでこれらの方に関してはいずれまあライフステージが変われば自家組織へ転換することはできますよとお話はしていますあとは他の部位にも傷をつけたくなくて、まあ、痛みがなる,なるべく あの少ない方がいいという方あとは人工物自体にを入れる体内に入れることに抵抗がない方とかあとは年1回の定期検診に来ることに抵抗がない方はいい適応と思います一方放射線照射があった方は出来栄えがやはり落ちますので適応になりにくいですあとは乳がん手術で皮膚が薄くなってしまったような方はインプラントが浮き出て目立ってしまいます あとはエキスパンダーを入れることが多いんですけれども、これを入れて、半年経っても、やはり異物感がずっとあるというような方は体質的に向いてないのかもしれません。次に有利腹部、潜痛脂肪についてお話します。この方法は、おへそから下の下腹部の皮膚と脂肪を、このように腹直筋を温存して、血管だけをつけて移動します。 そしてこの血血管管をを胸ののとと顕微鏡ででですするここ移植を行う方法ですこのように両方の血管を用いることですべての組織が移植できますし真ん中で割ることもできますそうすることで両側の同時再建もできますでこの方法の長所としては変則再建であればもう大概の方は再建できます大きな乳房の方でもそして両側同時再建が1つの傷でできます あと放射線照射を行った方は皮膚が伸ばせませんが、えー、その場合は他から皮膚を足すんですけれどもお腹の皮膚というのが胸と、まあ、場所が近いからですけれども正常が似ていますので出来栄えが良いです一方端緒としては、えー、技術的にやや高度なのですべての施設でできるというわけではありませんそして顕微鏡で血管をつなぐのですけれども、まあ、非常に稀にこれが詰まることがありましてそうするとすべての組織がダメになってしまう これをで,こで,で、きるこで傷はジーンズに隠れる位置ではあるんですけれども、やはり長,く長いですので、まあ、体質が悪い方は少し赤く盛り上がった傷で目立ってしまうということがあります。で、この方は放射線照射後の方で、皮膚が全く伸びませんので、このお腹の皮膚を胸に補って再建を行っています。まあ、比較的このカラーマッチがいいです。 一方、この方は、両側同時再建の方ですで。おへそのところでこのように2つに組織を割って、左を左、右を右へ移植することができました。で私が考える、本法の良い適応としては、お腹かのまあ脂肪だけではなくて、皮膚に余裕がある方というのが良い適応となっています。でこのような方は、かなりかっこよくなる、形態がかっこよくなりますし、逆に引きつれ感ですね、皮膚が引っ張られる引きつれ感も少ない傾向があります。 そしてやはり大きな乳房ですね。大きな乳房はこのお腹の組きが向いていると思います。そして放射線治療を行った方、一方、向いていない方はまあ下腹部にそもそも脂肪が少ない方、そして傷がきれいに治りにくい方、でこれは近畿ではありませんが、今後、妊娠を計画されている方はまあ積極的には進めておりません。ただだ妊娠・周産は可能だと思います。 次に死亡注意の歴史は意外と古いんですけどもあの合併症がすごく多くてあまり普及せずで一旦アメリカ形成学会は乳母への注入を禁止しておりますでその後90年代になりまして非常に優れた、えー、移植方法が報告されましてかなり成績が成績が安定しましてで現在ではもう日常診療で行われておりますで本邦におきましても 複数学会が合同で保険収載を申請し始めまして、今年になってついに保険収載されました、ただ、備品と閉鎖不全という限られた病態に対してのみということになっておりますので、今後、乳房再建の適用拡大が期待されますで。この方法の最も特徴的なところは、もうほとんど傷がないですね、取るのに、そして注射器で移植するというところです。 でこの方法の生着基準としては周りの組織から少しずつ生かされるというものなのでこのように小さな面のような組織をそれぞれ違うところに細かく移植していくという方法です。ですので大きい組織をさらに大きくするというのが得意ですが薄い組織というのはあまり入りませんので苦手です。 で使用方法としては、多くの場合は他の再検法の補助的な使用で例えば、インプラントで補えないデコルテの再建だったり、非弁術後の修正ボリュームアップに使われます。で、単独で使用されることはあります。全乳房再検も可能な方はおられますが、3、4回ぐらいの手術が必要です。あとは温存術後の小変形に対する修正にも良い適用と思います。 でこの方はインプラント再建の方ですがエキスパンダが入っていますがこのままいきますとやはりここがデコルテがへこむと予想されますのでインプラントと同時に脂肪注入を行っておりますでこの方は、えー、この辺りがご恐れなくなっている温存術後の方ですが、まあ、コツコツ脂肪を入れていきまして3回で大元通りになっておりますでこの方はどうしても脂肪注入だけでやりたいとおっしゃったので、まあ、合計4回 注入を行っており、最後に下のラインを糸で形成する、まあ、なかなか大変なんですけども、このように再建を行いました。で、私が考える本法の良い適用としては、まあ、補助的な使用法としては、厳密にはすべての方にあっていいと思います、質が向上します。で、一方、前乳房再建に関しては、手術回数、費用が増えてでも、最小限の傷で、自家組織再建がしたいという方には適用になると思います。 ただしサイズはビまプあまあカップぐらいまでが現実的かなと考えています一方で大きな乳房や下水乳房に関してはかなり難しいですそしてそもそも体近、冠水に必要な脂肪が取れないという方も難しくあと放射線治療であればその成着率が非常に悪いのでこの方もちょっと難しいかなと思います最後に広背筋肥弁です 後背筋筋といううののはボートを漕ぐ時に使う筋肉群の1つですで。このように薄い筋肉ですが都合のいいことに脇から血管が入っておりますので脇をピボットポイントにして切り離さずに脇から胸背、えー、中から胸に移植できますで皮膚が必要な場合はこのように背中の皮膚の一部を一緒に持っていくこともできますでこの、えー、長所としてはとにかく短時間で安全な手術ができる 背中を切開する場合もありますがその場合傷が比較的きれいですあと血流が豊富ですので脂肪中の良い募唱後からちょっとこれをお話しますが良い募唱となる一方でボリューム不足というのがやはりこ,れの,この方の課題ですそして皮膚がですねやはり厚いので胸の皮膚とあまり合わないですね両足同時再現これ不可能ではありませんがちょっと手術が大変になります で我々が最近行っているのは脂肪注入とこの方法を併用する方法です。お腹や太ももから吸引した脂肪を広背筋肥弁内に大量に移植することができます。このように肥弁量が倍増します。で長所としては、えー、肥弁ボリュームが小さくてもオッケーです。そして背部の世界がいらないこともあります。皮膚がいらなければですね、傷なしの再建ができる。 一方で大きな乳房では何回か脂肪注入を追加する必要があるのと放射線治療と脂肪注入の相性が悪いのでこの,このような症例では難しいです。これが一例ですけれども特許部に傷がある方でエキスパンダーが入っておりますので背中から筋肉だけを移植して脂肪を足すことでこのように背中に傷のない再建ができますで。この方法の良い適応としては、まあ、自家組織規模だが大きな傷は作りたくない。 大きさとしては中等度まで。で、痩せ型の方、あの太ももには大体の方、吸引する脂肪がありますので、痩せ型の方こそいい適応と思います。あと、傷が汚くなりやすい方ですね。一方、放射線のある方や、皮膚が補充がたくさんいる方は、あまり向いてないと思います。まとめですけれども、現在、多くの方法が選択できるようになりました。特に脂肪注入は、単独のみでなく、他の方法と組み合わせることで、その力を発揮します。 で再建方法の選択は、その資質とそれに必要な代償のバランスを考慮することが重要です。ただ一方で、施設によって得意な再建方法というのはあります。1つの、えー、施設で全部の再建方法を扱えるわけではありません。一時再建ではあまり時間がないので、とりあえずエキスパンダ入れておいて検討するというのもありかなと思います。ご自身にあった再建方法と、どこで行うかということをじっくり検討していただければと思います。ご清聴ありがとうございました。 富田先生ありがとうございましたいやお話しいただく前に最初にあの冒頭あの選択肢が広がってきた分患者さんも悩まれることが多いと思いますとおっしゃった意味が今これを拝聴していて分かりました大きく分けて4パターンというお話でしたけどそれぞれ本当に長所短所あって、まあ、その患者さんご自身の状態と体の状態と心の状態と両方こう考えていかなきゃいけないので。 結構大変ですよねそうですねご自身だけで決めるというのはなかなか難しい、えー、はいありがとうございました